直前期になりますので、実技、あるいは英語ですとか、普通の国語のこともやらなきゃいけないということで、いろいろと忙しくて、アップアップになっちゃってるような、そういうような受験生もいるかと思うんですけれども、そういった中で小論文をやるっていうのは意義があることでしょうか？ありますね。たとえその、書くペースが人によってもその慣れてる慣れてないで書くペースが違いますけれども、ただその、書くペースが他の人と比べて遅いからといって決してその、気にすることはなくですね、直前まで諦めずに書き続けるっていうことで、必ずですね、本番で今までやってきたことの実力は発揮されるはずですから、もうとにかく小論はそのエクササイズ的なものがあって、トレーニング、実技と同じですね、トレーニングですから、直前までやり続けるしかないです。で、ただその軌道から外れちゃったりですね、する場合があるんで、そこはしっかりと私は、責任持ってですね、軌道修正をかけていきますので、安心して小論の授業を受講してみてください。キャットムービー立ち入りよろしくお願いおし願いましす。ます。お願いします。